情念司チャンネルニュースの虎川が、おー、はい、始まりました。皆さん面白かったら高評価のボタン、そしてチャンネル登録ね、そしてコメント欄に感想など書いていただけると嬉しいです。本当に申し訳ございません。また関連会社の社員がやらかしてしまったみたいです。玉川徹氏ですね、テレビ朝日、朝日新聞のね、六本木にある関連会社ですけれども、この社員がですね、ウクライナ情勢に関して極めて不適切な発言をしたということで、本当に申し訳ございません。先に謝罪させていただきます。本当申し訳ございませんでした。どんなこと言ったかというとですね、これデイリースポーツが報じております。ヘッドラインこう書いてあります。玉川徹氏が持論、ウクライナが引く以外にない、早期に降伏すべきと発言。どういうことなんでしょうね。ロシアの言ってること、これもう一つも正当性がないんですけど、それに屈して兵を引けとウクライナに言うんですか。ロシアに兵を引けっていうのが常識じゃないですかね。何言ってんでしょうねこの人ね。でもどんなことがあったか一応ね、この記事をちょっとね読んでみますと、テレビ朝日の玉川徹氏がモーニングショーに出演し、ロシアによるウクライナ侵攻について、どこかでウクライナが引く以外にないと、早期に降伏すべきとの持論を語ったと。恐ろしいこと言いますね。番組内ではウクライナ侵攻について商法、2度目の停戦交渉が平行線に終わったことや、プーチン大統領が容赦ない戦いを続けると発言したことを取り上げた。圧倒的な戦力差のあるロシア軍に対し善戦しているとも伝えられるウクライナだが、玉川氏は今後戦争が長引くことでウクライナの犠牲者が増えていくと指摘、民間人の犠牲が桁違いに増えていく戦争になる可能性が高いと思うんですね。戦力は圧倒的にロシアの方が上なわけですよ。こうなってくるとウクライナはこれまで勇敢に戦っているわけですが、どこかでウクライナが引く以外には桁違いに死者が増えると、人命が優先されるべきと説き、死者が増えないようにするには指導者の大きな責任ですから、誇りを持って戦っている事態ですが、引くということを考えないと、と持論を述べたと。これに絡めてね、日本がもっと早く降伏すれば沖縄戦とか広島長崎の犠牲もなかったんじゃないかと思いますと述べたということなんですけど、これ二重三重に突っ込みどころ満載なんでね、一個一個いきますけど、ロシアの言う通りですよ。降伏して非武装になって中立化したらどうなるか分かります？ロシアは処刑リスト持って入ってきてるんですよ。ゼレンスキー大統領以下ですね、今回このね、ロシア軍を積極的に攻撃してロシアと戦ってた人たち一人一人つまみ出されて処刑される可能性ありますよ。これチェチェンでもさ、ジョージアでもさ、シリアでも大体似たようなことやってるでしょ。秘密警察すごいですから。だからその治安部隊も連れてきてやってるわけですから、戦いをやめれば殺されずに済むっていう、まず発想がそもそも間違ってるんじゃないかなということをちょっと指摘させていただきたいなと思います。さらに言うと、そもそも根本問題として、ロシアの今回の主張が間違ってるでしょ。何のためにロシア戦ってんですか。ウクライナはネオナチ政権で、ロシア語喋ってるやつを弾圧して虐殺してるっていう、めちゃくちゃの嘘と陰謀論に基づいて、こんな大戦争を追っ始めたわけですよ。どんな理由にせよね、そもそもこんな大戦争を追っ始めることは大問題ですけど、この理由がもうむちゃくちゃの嘘と陰謀論なわけでしょ。こんな奴らの言うことを1ミリでも聞いたらですね、この後世界はどうなるんだって話ですよね。ゼレンスキー大統領もおっしゃってますよね、自ら。今はウクライナの番だけど、うちがやられたら今度は皆さんの番ですよ、つって NATO の人に言ってるから、 NATO の連中もみんなビビってですね、ウクライナ一生懸命応援しようということで今やってるわけじゃないですか。そういうこともちゃんとご理解いただいてるんですか、玉川さん、というお話です。ちなみにですね、ゼレンスキー大統領昨日ね、演説をされているんですけれども、こんなようにおっしゃっています。1週間前ロシアがウクライナに侵入した戦車やその他装甲車両はまるでイナゴのようだった。地上で重要なことを何もできなかったために戦術を変更し、ミサイル攻撃と爆撃を仕掛けることを余儀なくされたと。ロシア軍がね、ロシア軍は初戦で失敗したんで、ミサイル攻撃と爆撃で来てますと。戦争の初めの数日間は本当に複雑だった、しかし私たちは団結し強かった、つまり耐え抜いた、今後も頑張り抜くだろう、というふうにおっしゃったそうです。ウクライナはもうこれ抵抗するしかないですよね。実際にチェチェンとかでですね、結局まあ負けてしまってね、今ロシアの傀儡みたいな連中がいますけれども、みんなね、結局ね、山に逃げて抵抗するしかなかったのよ。それはなんでかっていうと、武器を置いて中立にしたら警察が来てみんな捕まえて拷問を受けたりとかひどい目に遭うから、むしろ山に逃げて戦ってた方が安全みたいなね、そういうことは過去においてあったわけですよ。そういうことをね、ジャーナリストである玉川徹さんはご存じないんですかね。だからこんな降伏しろとか武器を置けとかそういうこと平気で言うんですかね、侵略者に対してね。これはもうとんでもない話だなと思います。むしろね、ウクライナ頑張れというメッセージをね、俺は玉川さんから聞きたかったんですけれども、死者が増えないようにするには、その増やそうと思ってやってんのはロシアなんだからさ、ロシアにやめろっていう風に言うべきだし、日本政府はもっと厳しい制裁をやってね、ロシアを止めるべきですみたいなこと言いやいいのにさ、そんな侵略者のね、なんか味方するような、こういう発言とはいかがなもんかなと思います。今回ね、喧嘩両成敗的なこと言ってる人も結局これ全部ロシアに味方してることと同じですからね、本当にね、発言には気をつけてほしいなという風に思っております。今回のね、最後のね、玉川さんが日本がもうちょっと早く降伏すればね、沖縄戦とか長崎の犠牲もなかったんじゃないかと思ってますっていうのは、これはね、一理ありますよ。確かにそういう面はあるかもしれないですけど、でもアメリカ軍がさ、日本に対して無条件降伏を求めたわけよ。無条件降伏を求めたら何されるか分かんないってことで、もう結局全滅するまで戦
うしかないみたいな、そういう選択肢になってしまったんですよね。アメリカとしては日本の右翼どもがね、結局条件付きの降伏を許すとまた右翼が台頭してきて、今回のそれこそ満州事変みたいなことですよね。今回のウクライナ戦争ってまさにこの満州事変の焼き直しみたいな戦争ですけど、こういうことやるんじゃないかと思って、それで結構厳しい要求をしたと、こういう経緯があります。詳しくはですね、ぜひね、私のね、経済で読み解く日本史を読んでいただければと思いますが、物事はそんな単純じゃないよということです。日本はね、全滅するまでアメリカと戦ったからこそ、最終的には戦争が終わってアメリカと和解できたわけじゃないですか。もうほんの1ミリでも勝てる可能性残してたとすると、こうすればよかった、ああすればよかったって話ですけど、まあなかなかね、厳しかったですね。まあそもそも戦争を決断しないっていうのが唯一の勝てる可能性だったんですけど、決断してしまったってところでもう詰みましたからね。今回のロシアと同じですよ。一線超えちゃってですね、大戦略間違うとこの後はうまくいかないと、いくら強い軍隊持っててもね、うまくいかないというね、これ歴史の教訓なんですけれども、こういったことも全部すっ飛ばしてですね、ウクライナは降伏しさえすれば亡くなる方が減るんだみたいな、そういうね、乱暴なね、こういうコメントっていかがなものかなと私も思いました。本当に申し訳ございません。朝日新聞縮小団の団長常念司がですね、朝日新聞の関連会社テレビ朝日の正社員浜川徹に成り代わりまして、皆様に謝罪いたします。本当に申し訳ございませんでした。いろいろですね、勉強不足な点、それからちょっと認識をね、疑われるような極めて不見識なですね、発言であったことをですね、心から謝罪したいと思います。本当に申し訳ございません。不快の思いをされた視聴者の皆さん、そして国民の皆様にですね、謝罪いたします。本当すいませんでした。私の方からね、朝日新聞縮小団の方から謝罪はさせていただきますが、賠償の方はですね、六本木と築地の方に行っていただければというふうに思っております。ということで、朝日の亡くなる日、平和の日、月に3件新規解約ということで、朝日新聞縮小団今日もね、頑張ってノルマ達成ということでね、やっていきたいなというふうに思っております。ということで、今日の内容面白いなと思った人はね、ぜひ高評価のボタン、そしてチャンネル登録をお願いします。最後にコメント欄に感想など書いていただけると嬉しいです。ガオー。